アゼチとは、アゼチは地方行政を監督する両下官の官職。数カ国の国主のうちから一人を選任し、その管内における国主の行政の観察を行った。奈良時代の養老を3年に設置された。平安時代以降は、道の区国、出羽国のアゼチだけを残し、名言、参議などとの兼任となり、実態がなくなった。 奈良時代初頭の養老3年7月13日に以下の11名の国士が初めて安ゼ地に任命された。文部王は伊賀国、島国の2国を下する。大友山盛は駿河国、伊豆国、海野国の3国を下する。藤原馬海は安房国、和佐国、下宇佐国の3国を下する。竜馬路は尾張国、三河国、 信濃国の三国を下する。田治比賢主は、相模国、上野国、下野付国の三国を下する。田治比広成は、能登国、越中国、越後国の三国を下する。昭和馬洋は、丹後国、田島国、稲葉国の三国を下する。沖縄新足は、放棄国、岩見国の二国を下する。カモ、キビ丸は、備前国、美マザ国、備中国、 淡路国の四国を下する。高安王は、阿波国、佐抜国、と佐国の三国を下する。オ友トモスクナマロは、秋国、スオ国の二国を下する。管轄地域を巡回し治安維持することが、アゼチの主務であったため族等の矛先が向けられることも、あり、養老四年夏には、道の区国アゼチの噛みつけの広人が殺害される。事件が発生、朝廷は直ちに、 東国である、相模国、上野国及び下野国の安ゼ地を歴任し、武蔵国主の経験があった、ハ馬国安ゼ地の多治被検守を自節性将軍に、任じて、下付の石台を副将軍に、また安倍春川を自節鎮、敵将軍に据えて、これを鎮圧した。明治政府における安ゼ地は、地方政治を監督する官である。1869年政府の完成を、 実料制に習って改定した際に設置された。官職には、長官、次官、正方眼、腱方眼を置いた。三陸、両宇、岩木アゼチフ、エチゴアゼチフが置かれただけで実際に活動することは、なく、翌1870年10月に廃止された。ありがとうございます。